どうも、解作です。さあ今日はですね、ちょっとまあ小部屋か、これは小部屋になるんですけども、はい、ちょっと結構コメントの方でね、はい、メインとかのコメントの方で解作のゴルフ、はい、見たいみたいなのが結構あるんですよ。ありますね。結構あるでしょ、はい、そうなんですよ。だからちょっとね、今日はゴルフの腕前をちょっとお見せしようかなと思って、僕の、はい、いいですね。とはいえ、まあね、はい、まあごめん、なんか言い訳みたいになっちゃうけど、はい、ちょっとよろしい？はい、どうぞ。ちょっと YouTube 活動をやりだしてから、はい、実はゴルフ全くできてなくて、時間がなくて。そっか。そうですね、なんかごめんなさいね、しょうもない言い訳してあれですよね、ゴルフだけはちょっと本当に下手と思われたくない。思われたくないですね。結構死ぬ気でやってた時代もあったんで、はい、まあでも今日はちょっとそんなお声もいただいたんで、はい、ちょっと僕のゴルフの腕前をちょっとお見せしたいなって思う、はい、でその対比がやっぱり必要だと思うんですけど、はい、ちなみに安武がね、はい、結構ゴルフ実は結構てかちょこちょこやんのよね。なんかまあそうですね、打ちっぱなしとかが多いですけどね、うん、そう。どうした、風邪ひいてる？はい、風邪ひいてる。あ、大阪来てホテルが乾燥してたんですよ、はい、まだ水分一滴も補充してない。風邪はひいてないです。おかまちゃんみたいになってるけど、かまたけになってるけど。違います。おいし、おいし、おいしそうやな、かまたけってなんか。めちゃくちゃ元気です。そうそう、今実は大阪いてましてね、はい、これまあ、あのお正月だったりするんですよ今、はい、うん、収録してるのが、はい、でこちらですね、大阪の桜の宮ゴルフクラブさん、はい、これあのまあ、地元っちゃ地元かな、はい、まあ、ちょっと離れてるところなんですけど、地元から僕 の、はい、あの撮影協力してくれるということで、撮影協力ありがたい、うん、映していいということなんでね、はい、ちょっとやっていきましょうか、はい、じゃあどんなもんか、そうですね、僕の腕前を安武とこう比較して、はい、ね、うん、やっていきましょう、やりましょう、うん、行っていこうか、じゃあ、はい、はい、じゃあ早速やっていきましょうか、はい、まずはね、やっぱりまあゴルフといえばまあいろんなクラブがあるんですけど、はい、まずこのドライバーバチーンと決めていきますわ、はい、うん、天気もね、天気も良くてよかったっすね。天気朝ですから、顔見て分かると思うけど、はい、バッチバチ寝起きやからね言うて、はい、うん、ちょっとまあスパーンと一発気持ちいいのを見せますわ、はい、ちょっとその辺から撮って、はい、しっかり撮ってよ、はい、頼むよ。でよ、はい、いいの出ました。いきなり一発目の出ました。解作。解作。何？すみません、ちょっと。何？あの球が全く見えないです。え？いや、あの昼じゃないですか。うん、明るいっすよね。明るい。で、球白いじゃないですか。うん、全く見えないです。ちょ、取り方が悪いでしょ、もう一回。取り方、角度変えて、ちょ、はい、ちょっと、はい、やめて、そんなこと言うのやめて、せっかく来てんねん、こっち、ちょっと角度変えて、ちゃんとちょっと、こっち側からカメラマンとしての腕の見せ所やから、はい、すいません、そんなもんお前な、はい、せっかく大阪来てな、ここ朝早う来てな、はい、練習しに来て球見えへんとかありえへんから、大阪一発目ですし、ね、そうやから、はい、ちょ、やめてくれんかな、ほんまに頼む角度変えて、俺の問題かな、これ角度変えてや、はい、ちょっと変えました、はい、行くよ。完璧や、取れた、無理っす。解作、無理っす。うせやろ、はい、いや腕じゃないですか、カメラの、え、光とかそういう問題ですもん、だってマジで言ってる、はい、だめちゃくちゃいい、そのスポーツ用のカメラとかならいけるかもしれないですけど、うんうんうん、もう全然見えんす、ガチ、はい、ちょっと、はい、ほなもうこれあかんやん、あかんっす、これ企画的にあかんやん、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、例えば、はい、夜とかやったらいいんじゃん、あ、まあ夜だったら、はい、暗 い、 いけんじゃないですか、ボール白いから、はいはいはい、映るかもしれん、はい、時飛ばしする、あれ時飛ばし出た、時飛ばしして夜の絵にする、そうですね、だからそれやった場合、僕多分顔だいぶ変わってると思いますよ、はい、もう今ほんま結構寝起きからまあでもこれがリアルやから、はい、もう分かんやん、だって映れへんかったら全く映んですよ、全く、はい、その球がそこからヒュンって消えるだけです、一瞬、マジか、フォームは見せれましたから、まあじゃあちょっともう時飛ばしするしかないな、はい、まあ、ついに使う時が来たな、これ、うん、そうですね、カジサック初、はい、扉時飛ばしいきます、はい、閉めて、
時飛ばし成功、ありがとうございます。ありがとうございます。夜、完全に夜でしょ。完全に飛びましたね。そうなんですよ、はい、ちなみにどれぐらい時飛ばしたかと言いますと、はい、先ほど、まあ、朝やったんですけど、はい、あれ朝でしょ、はい、あれから10時間後とかと思うでしょ、はい、違います、はい、3日経ってます。ちょっといろいろスケジュール立て込んでまして、はい、いろいろあった結果3日経った夜です。だから僕グローブも変わってると思います。そうですね、そうなんですよ。顔も全然違いますよ。あ、顔も違う、はい、パッキパキに起きてますもん。パッキパキに起きてるでしょ、はい、だってもう今日日本撮影してきてるから。そうなんですよ、えらい時飛ばしちゃったんですけど、はい、これはね、さすがに夜なんで、はい、やっとボール見えると思うんですよね、はい、やっていきましょうか、やっとやわ。そうですね、あ、いや、もう全然違いますよ、回してても。何が？だってその、今他の方が後ろで打ってますけど、はいはい、やっぱ全然見えてますもん。やっぱりそうやろ、はい、いや、正解待ってよかったで、これよかったですね。早い段階でオクラ決めせんでよかったな。危なかったっす、うん、じゃあ早速ちょっと、じゃあ僕の、はい、まず何見たい？一応ね、今日ね、はい、僕用意したのが、はい、3つクラブ用意したんですけど、はい、まあ、56度、まあ、これサンドウェッジってやつです、はい、56度、はい、まあ、グリーン周りとかやるやつ、はい、そしてもう1本が、まあ、結構使う7番アイアンです、はい、これ7番アイアン、はい、そして、まあ、僕で言ったら大体距離で言ったら160ヤードぐらいですね、はい、はい、で、これこちらドライバー、はい、これ僕使ってます。どれが見たい？そうですかね、やっぱりなんか、うん、ゴルフのなんかそのベタといえば、はいはい、ドライバーというか、まあね、はい、ドライバー行きましょうか、はい、いきなりドライバーからとかでも全然大丈夫だったりするんですか？誰や思てんねん。実はスクやぞ。誰ですか？実はスクやぞ。誰や思てんねん。確かにゴルフにはちょっと定評がありますもんね。そうですね、はい、あれ、この いきなりちょっと素振りしていい？はい、全然、うん、もう全然見えやすいわ。はい、あ、もうそんな軽い感じでいけるんですか？はい、いくよ。はい、いけんの？まあ、いや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 、まあまあだね。え、いや、ちょっと、あの、むちゃくちゃまっすぐ綺麗に飛んでましたけど。え、見えてた今？はい、ちゃんと撮れてる？完全に映ってました。もう一回打ったっていい？はい、いや、あの、え、ウォーミングアップとかいらないですか？あ、いらないですね。貸したくなって。え？いやいやいや、完璧、完璧です。今のもう完璧です、はい、うまっ。いい感じでしょ？いや、めちゃくちゃうまいですよ。え？あ、もう一回、わかりました。言ってないです。視聴者さんの声聞こえたかな？ちょっと違う角度からちょっとやってみます。いいよ、はい。完璧やね。すごいですね。見えてる球？いや、バッチリ見えてます。バッチリ見えてる、はい、スーパーまっすぐ。ただこれゴルフ知らない人がこれを見た時に、はいはい、あの、あれ、ゴルフって簡単じゃんってなってるかもしれない。ああ、そうですね。これ言うときますけど、ゴルフってのはものすごく難しいです、はい、このちょっと違いを見せるためにも、はい、ちょっと安武さん打ってみる。え、安武さん、ちなみにゴルフ始めたてぐらいですよね？そうですね、ほとんど、ま、ほぼ、はい、始めたてですよ、はい、でやっぱりゴルフ知らない人はちょっと僕見てほしい、はい、本来ゴルフやるとこうなるんですよっていう。なるほど。ウォーミングアップなしで、はい、ちょっと変わろう、カメラ。あの、マジでウォーミングアップなしじゃないですか？はい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 。ちょっと安家さん、はい、していいですか？はい。あ、でもいい感じじゃない？いい感じじゃない？でも素振りもしてなかったっすよ、それ。しかもなんかちょうど球も黄色出てきてるで。はい。これ普通ですかね？ウォーミングアップなしにいきなりやっても。ちょっと、もう一回いいですか？もう一回で、ね、変な音、カコー言ってたけど。どこ当たってた今。あー、いや、でもまあ、でもなんか右に低くジューンなってたわ。そうっすね、すごい、すごい切れていきましたけど。切れていったでしょ、はい、ちょっともう変わって。え、いい、安武さん。いや、ちょっとウォーミングアップしてないから。ウォーミングアップとかじゃないんですよ、ドライバーなんてものは、はい、ね、はい、ある程度硬すぎる、はい、体が硬すぎる、体が。なるほど。見てて、はい、こうやってポーンってこう、ポーン構える、はい、ポーン構えてもこうやってフーって、はい、バーンって飛んだ。すげえ。これがいいんですよ。わかります？あなたみたいにこうやってカチカチになって、はい、カチカチになって、はい、組めて、こんなって、はい、こっちがじゃあ、もうパン、はい、パン、はい、ポン、パン。うまっ。サーンいったでしょ。スパーンいきましたね。スパーンいくんですよ。
もう僕レベルになるとこっからでもいけますよ、はい、こうやって、いやすごいな、打てちゃうんです、すごっ、はい、気になってる方のためにも言います、はい、僕結構今騒いじゃってるじゃないですか、はいはい、他にもお客さんいるんですけども、はいはいはい、ちゃんと確認取ってやってるんで、そうですね、はいはい、皆様にちょっとすみませんうるさいですけどって言ったら全然大丈夫ですよっていう優しいお客様がいて僕騒いでいます、はい、そうですね、出ないとすぐ叩かれちゃうから、はい、気にするなちなみになんですけど、はい、ちなみになんですけどちょっとあっち映してもらっていい、はい、あれ、はい、あれ僕の実のお兄ちゃんやから実刑やから、はい、はい、真剣にやってるわ、真剣にやってる、真剣にやってる、以上、アイさんしといて、実刑です、実刑、実刑ゴルフはちょっとだけ僕の方が上手いです、ゴルフは僕の方がちょっとだけ上手いって言ってるけども、はい、全然薄やから僕の方が絶対上手いんですけど、まあちょっと今日はね、はい、うちの兄に、はい、あの打ちっぱなしを紹介してもらって連れてきてもらってるってことなんです、はい、そうですね、せっかくで他も打つ、あれ、えもうドライバー、いやなんかその見てる方が、うん、まあ、例えばそのコツ知りたいなみたいなとこあるじゃないですか、はい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 、その梶崎がお上手なのはちょっと分かったんですけど、なんかその僕みたいな人でもちょっと上手くなるようだというか、なんかコツみたいなのとか、コツね、はい、オッケー、じゃあ行くよ、はい、しっかり取っといて、はい、取っときます、このクラブパン置く、はいはい、コツ、はい、パーンって、はいはい、パーンって、はい、いや分かんないんだよ分かんないんです、それじゃ分かります分かんないっすって、クラブ置く、パーン行ってポーンでいいんです、はいはい、えちょ、もう一回ですか、じゃあ僕もうほんま、パーンってポーンですか、頼むわ、力抜けってことも硬すぎるから、クラブを、はい、パーン、パーン置いて、はい、ポンパン、パン、全然あかんやん、はい、はい、もう硬、はい、もう硬いよ、はい、パン置いて、パン置いて、はい、そうそう、はい、パーン置いて、もう何してんの、プロになってるやん、もういいっす、もういいっす、僕もういいっす、全然あかんやん、いや、こんなもんですって、いきなりやれ言われても、パン置くでしょ、はいはい、ね、はい、パン置いて、まあ、ゆっくりやね、はい、ゆっくりこう、はい、振り上げる、いやいや、すごいな、マジで今ちょっと曲がっちゃって、いやいや、後ろ見ながら話しながらでもそんないけるんですか、ちなみに僕、ボールも曲げれますからね、あ、ちょっとそれ、例えばどっちに曲げるとかもあるんですか、どっちがいいですか、これちょっと、この右の方に曲げていく感じ、なんていうんですか、こう曲げる、あ、そうですね、まあこれゴルフ用語でフェードって言うんですけど、フェード、はい、スライスとも言ったりする、はい、じゃあスライスかけていきます、はい、そんないけるもん、画面的に見やすいんで、その方がちょっと、しっかり見てください、はい、すごっ、わかります、はい、軌道がもう右に曲がってきましたね、こういったでしょ、はい、あれがスライス逆いきましょう、はい、すげえな、はい、そうですね、軌道が全然違いますね、はい、まあ、負けん球やったら多分ね、アイアンの方が分かりやすい、あ、そうなんですね、これ7番アイアン、はい、え、アイアンも普通のショットもいっとく、はい、ちょっとお願いします、じゃあ、あの桜の宮ゴルフらへん狙うわ、あ、桃子に書いてある、あそこまっすぐ行きましたね、そうですね、じゃあこれで、ま、左に曲げる球打ちますよ、はい、わかります、いや、すごいっすわ、はい、全然軌道が違いますね、じゃあ次逆行くよ、はい、できちゃう、いや、これなぜできちゃうか、はい、これ梶作だから、いや、わかんないんですよ、なんかその、上手くなりたいとかあるじゃないですか、見てる方でも、はいはいはい、はい、ちょ、あの、長嶋茂雄さんばりにちょっと説明が雑なんでいや、正直僕も、はい、あの、レッスンプロとかではないので、はいはいはい、人に教えするなんかおこがましできない、そんな、でも、その感覚ってことですか、感覚、感覚、いや、そのロジック的なことをちょっと聞きたいんですけど、だからロジックで言ったらもうクラブ置いてポーンってからのパーン、いやいや、わかんないんですよ、それじゃ普通できないんですよ、できちゃう、できちゃう、低い球とか打っちゃうか、じゃあ、あ、低い球とかもあるんですか、打てる、軌道がバーンって低めに行くってことですか、はい、低めに出します、行くよ、はい、うわ、すこれ、すげー
これこういうの。もっと低く行きます。はい。もっと低くも行けるんですか。行きますね。わあ、すげえ。スパーン行ってるからこれ。はい。これ行きますね。いや、これいけますねじゃないですよ全然、いや、うまいのはめちゃくちゃ伝わるんですけど。あ、じゃあ何これ。じゃあ、はい、せっかくなんでサンドウェッチも。はい、じゃあ、それさん、ちょっとこっち来て。それちょっと、あれですね、サンドウェッチって、はい、短めというか。そうだから、はい、そうね、じゃあそこの赤いハタルじゃない。あ、あの手前の、そうあれ狙ったらできるんですか。あ、このなんか濃くなってると思う、はい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 、グリーンみたいな、はい、で、あの円内に落とします。え、あの40って書いてある円内に。あの円内に落とします。え、これできます。ほんとですか。なぜなら、はい、カジサックだから。あ、その通りです。腹立つな腹立つけど、うまいんだよな。見とってね。はい、いくよ。はい、あ、完璧や。落ちちゃうよ落ちちゃうから、これ落ちちゃうのよ。すごっ。順番いこうか。はい、じゃ次やっとの真ん中。え、真ん中行くわ。どこですか。真ん中ってどこら辺ですか。真ん中、そこの薄い緑の赤い旗、あの旗立ってるとこですか。そう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 、あそこに。はい、あ、こう落としちゃうから。はい、見てて。はい、落としちゃうから落としちゃうから。すごっ。じゃ次、最後奥行くわ、はい、え、奥の深いチョンって赤い、あ、一番遠くの、うんうん、あのチョンですね、山みたいになってる。 あれもカジサック一発で行けるから。すげえな。見てて。はい、行けちゃう。すごっ。行けちゃうの。お客さん、見えた？見えた？はい、見え、バッチリカメラで見えてましたね。バッチリ見えてました。はい、いいじゃんです。いや、ちょっとうますぎて面白いんですけどもちょっとごめんなさい、教えることはできないんですけども、はい、まあ、できちゃうっていうやつですかね。ごめんなさい、なんかいやらしく映ってた、ごめんなさい。 いや、すごいな。できちゃうんだよ。もう一回落としちゃおうかな、奥に。どこですか。奥で、また。さすがに失敗するかな。そんな言うて連続は無理やわ。はい、できちゃうね。さっきより旗に寄りましたね。完全に今押さえてましたけど。できちゃうんだよね。できちゃいますね、うん、いや、それは見たいって言われますわ。ほんま？はい、ゴルフそのされる方は、はい、なんかただ、いや、なんかアドバイス欲しいんですけどね。もう一回、じゃあ気持ちよくいくよ。はい、すごい。いい球だね。いいですね。自分、我ながらいい球だね、今の。いや、すごいな。完璧だね。完璧。また絵もいいですわ。いい感じ。緑とその夜に赤いジャージが生えてますわ、もうカジサク。いやー、今後ね、ちょっとまあ、はい、今日はちょっと僕のこんな感じなんですよっていうのをちょっと動画にしてるんですけど、はい、今後ちょっとね、機会があればね、はい、ラウンドとかも。ああ、いいよね。いいですね。なんだったらあの人と、はい、あの人とちょっとラウンド対決ありかもしれない。はい。意外と自分の、弟が言うのもあれなんですけど、はい、意外とカジサクの兄、はい、イケメンなんです。いや、そうですね。意外とね、真摯な感じで。真摯な感じで、はい、あの兄とメインのチャンネルで、はい、ガチンコでボーリング対決してるんで、はい、そちらの方もしよかったらね、そうですね、皆さん見ていただいたらなと思いますんで。その梶原家はやっぱみんな運動神経いいみたいな。みんなむちゃくちゃいい。ちなみに僕次男なんですよ、はい、6個離れた、はい、でもう1個上が年子で7個離れた長男がいるんだけど、はい、長男も運動神経抜群に。あ、そうなんですね。まあその中でも一番僕はいいと思う、はい、なあ。いや、一番怖い。全員負けず嫌い。全員怖かった。いいですね。カジサク全員怖かった。というわけでね、今日はちょっとゴルフ見ていただきました、はい、はい。また今度もしよかったらちょっとラウンドとかもやっていきたいかなと、はい、もう小部屋ならではの動画を残していきたいなと思います。そうですね、はい。
なんか言いたいことありますか。いやちょっと教えてほしいんですけど、ちょっともう最後やで、ちょこれ、はい、ほんま最後な、はい、もうこれで教えてバン扉閉めて、はい、ゆっくりいくわ。はい、お願いします。ゆっくりいくよ。はい、分かりやすいと思います。はい、クラブパン置く、はい、でポーン開けて、はい、ポーン、はい、これ、はい、分かった。もう分かんねえわ。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ツイッターのフォローもお願いします。またお会いしましょう。